はい、スピルと申します。ステップアップのステップ EX の情報がたくさん出てきたので一旦まとめていきたいと思います。よろしくお願いします。って言っても、まあ私ね、ごめんなさい、このね、この辺のさ、まあ、ザ仮想通貨みたいなところ全く詳しくないので、なんとなく私はこういう理解だよっていうところの紹介になってしまいます。正直なところ言うと、ここね、解説するのやめようかなってちょっと思ったんですけど、それもね、ちょっとここまで紹介しといて、ここ紹介しないのもね、なんだかんだ問題あるかなと思って紹介することにしました。なので、まあ皆さんが知るきっかけになればいいかなぐらいの動画にしたいと思います。できるだけ初心者さんにね、寄り添うような形で作っていきますので、ぜひよろしくお願いします。というわけで、やっていきましょう。まず最初にステップ EX、なんとなくの理解からやっていきましょう。ステップ EX っていうと、ステップアップが作った仮想通貨取引所ですと。で、仮想通貨取引所っていうのは大きく2つに分かれていて、人が後ろに入ってやり取りしてくれる CEX って呼ばれるものと、後ろで人が介在しないプログラムで動いている DEX、DEX というものに分かれますよと。で、このステップアップが作った、このステップ EX は、DEX の方になります。 DEX プログラムが後ろで動いてるよっていう仮想通貨取引所になります。同じような感じ、 DEX で有名なところで言うとパンケーキスワップだとか、ユニスワップっていうのが有名ですね。で、 CEX の方はバイナンスがもう圧倒的に有名で、あと私がよくねお世話になってるのがバイビットっていうところがその CEX にあたります。昨日の発表もね、合わせてちょっと言っていくと、昨日の動画の中身もちょっと合わせて、まあ、軽く説明していきます。昨日の案内でね、出てきてたマルチチェーンというね、システム、まあ、プログラム、アプリがありますよと。で、このマルチチェーンっていうのは、他のブロックチェーンから他のブロックチェーンにトークンを移すことができますよっていうのがこのマルチチェーンでした。例えば、ポリゴンの USDT、これね、ごめんなさい、USDT の、シンボルなんだけど、USDT をステップネットワークの USDT に切り替えてくれるよっていうのが今度マルチチェーンで、登場してきます、と。じゃあ、ポリゴンの USDT をステップネットワークの USDT に交換しましたと。ここから、このステップ EX を使って USDT をキロカロリーに切り替えて、それを M2E アプリなんかに使用しますよと。こういうね、順番でトークンを切り替えて目的のものに使用しますと。こういう流れになっています。このステップネットワークの中で USDT から、まあ、フィットファイとかキロカロリーとかのトークンに切り替える役目を持っているのがこのステップ EX ですよと。これがまあ一般的な DEX の使い方になります。じゃあ、そんなことのためにね、こんだけわー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 いろんなことが書かれてるのかと。言うと、これまたちょっと違ってて、もう一言で言うとね、ここになります。最もコミュニティが所有する DEX、 これを目指していますよと。まあ、何のこっちゃいと。ステップ EX は超公平なロックドロップを実行します。このプログラムは流動性をロックするコミュニティメンバーにステップ EX トークン、まあ、かっこ SPEX の循環供給を提供しますと。うん、わけわからんね。なんのこっちゃと。まあ、簡単に言うと、お金預けてね。その代わり皆さんにメリットを返すよ。特定の人がね、得運しないように公正な分配方法を取りますよ。って言ってるのがこれですと。言った感じのイメージになってます。公平なね、ロックドロップを実行しますよと。ね、ね、ロックドロップって何っていうと、ロックとエアドロップを組み合わせた造語みたいなものだそうです。ロックですから一定期間、まあ一定量の仮想通貨をロックしてしまいます。もう預けて引き出せない状態になってしまいますよと。で、その期間が満了でお礼を配布しますよと。定期預金ってね、ちょっと説明したいんだけど、リスクが全く違うのでちょっと言いづらいんだけど、イメージ的にはそんなもんです。本当に関心があるコミュニティの受信者を選択することが可能ですと。これね、ロック期間があるため、このプロジェクトを信用している人しかロックしないだろうっていうなんか前提に立ってるような感じだそうです。まあ、例えばさ、このプロジェクトなんか大きすぎるし意味がわかんないし1ヶ月ぐらいしか持たないよねっ
って考えている人がいて、3ヶ月ロック期間、最低でも3ヶ月あるんですが、この3ヶ月間ロックしますかっていうと、まあしないよね。他にもさ、3ヶ月間ロックするぐらいだったら、他のさ、もっと利率のいいプロジェクトに投資することもできるし、トレードしてね、お金を増やすみたいなね、そういうことも使える。お金の使い道なんていろいろあるのに、わざわざこのプロジェクトに提供してくれるっていうことは、少なくともこのプロジェクトに関心がある、まあなんだったらもう信者と言っていいほどの人たちだよね。そういう人たちにこの SPEX っていうトークンを公平に分配しますよといったことが、まあこのロックドロップっていうものに当たるそうです。 VC って、まあ、そもそもステップアップのプロジェクトに VC はいませんよっていうのを言われてるんだけど、この VC にねトークの提供を行わないっていうのもこのロックドロップの一つのいいところだそうです。じゃあ DEX 始めますって言って、こういうね DEX でもらえるトークンっていうのは、まずスポンサーとかにいっぱい配っちゃうそうです。その代わり流動性を追加してもらって、 DEX がまず動き出すような形を取るよと。その代わり VC は大量に安くこの DEX のトークンが手に入ってしまう。トークンの価格が上がったらポーンって売られて、 VC のね言いなりのようになっちゃう。これをせずに、もうみんな一律 VC とか、もうすごい大きなクジラさんでも、この SPEX が欲しかったら同じように、一般のユーザーと同じように一定期間お金をロックしてねっていうのが、このロックドロップっていう仕組みだそうです。じゃあなんでさ、このロックすんのっていうのをちょっと説明するために、ちょっとこっちに行くんだけど、流動性マイニングっていうものがあるよと。流動性を提供すると利率がもらえますよっていうのが、その流動性マイニングっていうものになるそうです。例えばこのステップ EX を使おうと思ったら、一般的な使い方をしようと思ったらね、 USDT をフィットファイに交換しようと思った時に何するのって言うと、ステップ EX でこの USDT とフィットファイをまあセットにして交換って押せば、もう交換できるよと。まあこれ画面上で言えばそれだけのことなんだけど、ステップ EX の中には流動性プールっていうものがありますよと。この中にはいろんなトークンが入っていて、この中から USDT が入った、フィットファイが出てったみたいなことをね、計算していますと。なので、この流動性プールの中に入っている金額以上のものは提供できませんよと。例えば、フィットファイがさ、もう1フィットファイしかないのに、USDT ガーンっていっぱい積むからさ、1000フィットファイ譲ってよって言ったって、この中になければどうしようもないですよと。じゃあこの流動性プールの中身を運営の人たちだけで、じゃあフィットファイ用意して、キロカル用意して、 USDC 用意して、 USDT 用意してって、ものすごい金額のトークンを用意しなきゃいけないよっていうと、やっぱ無理がありますよね。じゃあどうすんのっていうと、ユーザーさん、ちょっと提供してよって言って、流動性の提供をしてもらう。それがこのロックに当たります。ある一定期間、ある一定量の仮想通貨をこの流動性プールの中に入れてもらう。そうするとこのステップ EX のトークンである SPEX っていうものをお礼としてお返ししますよと。これが流動性マイニングだそうです。提供するのになぜかね、ここトークンを2つセットにして、かつ同じ金額のものをワンセットにして流動性プールの中に投げ入れるそうです。これなんでか分かりません。私知らない。なんでか分かりません。なんでか分かんないんだけど、ここを一つのセットにして投げ入れるよと。この場合だったらさ、これ USDC っていうトークンなんだけど、USDC と USDT 同じ100ドル分ずつセットにして、ステップ EX の流動性プールの中に投げ入れるよと。そうすることでこの SPEX がお礼として返ってくるよといったことになってます。こっちだとフィットファイと USDT を一緒にセットにして、この流動性プールの中に投げ入れるということをやっています。ステップ EX の場合、手数料もね、なんか一部もらえるよっていうのを書いてあったんで一応書いておきました。ステップ EX を使う場合、
手数料っていうのはフィットファイで使用します。でこっちのねフィットファイがここが溜まっていくんだけど、その一部、まあ、フィットファイで返ってくるのか SPX で返ってくるのかちょっと私分かんなかったんだけど、その手数料の一部を、流動性提供してくれた人たちに返しますよっていうことが書かれていました。これがまあ流動性マイニングのなんとなくの理解です。ロックドロップっていう言い方をしてるんだけど、流動性マイニングっていう言い方をしてたりとかさ、イールドファーミングみたいな言い方をしてたりさ、その違いっていうのが全然私にはよくわからなくて、まあなんとなくロック期間があって誰かがまあ有利にならないような仕組みがこのロックドロップだよぐらいの理解になっています。この辺間違えたらもうごめんなさい、間違えたら誰かコメントください。まあこんな感じが私の理解です。テキストの中のねちょっと日本語訳を持ってきました。ステップ EX の VC ラウンドはありませんと。 VC ラウンドっていうと VC のまあなんだろうターンというかな、その VC の順番はありませんよみたいなことが書かれていて、さっき言ったみたいにまずは VC にこの SPEX をダーンと配って使ってくださいねみたいなことはやりませんよと、まあ、そういう順番はありませんよと。代わりにジェネシスは流動性ロッカーに割り当てられますと。VC とかに SPX を配る代わりに、最初に流動性ロックにまあ割り当ててくれた人には、このトークンを配りますよと。で最初に配るトークンのことをジェネシスって言ってるんですよね。で典型的な流動性マイニングキャンペーンとは異なり、ステップ EX は最大1年分の利回りを前払いします。このね流動性マイニングキャンペーン、まあ、典型的な流動性マイニングキャンペーンっていうのは何のことを指してるのかちょっとわかんないんだけど、ステップ EX、まあ、このステップ EX では最大1年分の利回りを前払いしてお渡ししますよと。まずこれがどのぐらいのね値段になるとかそういうことは全然わかんないんだけども、最初に預けてくれた人にはまずお礼をしますよと。なので率先して預けてねと。まあそうしないとさ、このステップ EX がまず始まらないからね。流動性プール枯渇したまんまですって言ったら誰もこのステップアップ使えなくなってしまうので、まずは皆さんお願いしますから、流動性プール預けてくださいねといった感じになっています。じゃあこのステップ EX についてちょっと見ていくと、一応ね総供給量は30億枚あるそうです。でこのロックドロップで使用する分はそのうちの 7%、 2100枚ぐらいになってますよと。まずフェーズ1、フェーズ2、フェーズ3っていうものがあるよと。で多分、まあ、フェーズっていうぐらいだから順番にね、この仕組みを作っていくんだと思います。まずフェーズ1のパート1、ここから始まりだよと。まず USDC と USDT のペアを作って流動性を開始しますと。それがここだね。これ同じ感じです。USDC と USDT のペアを作って流動性のプールに預けることができますよと。で、もう一個 USDC と DAI、DAI のペアでも流動性追加できますよっていうのがまず最初にやっていきます。で、このパート2、同じフェーズ1なのでもしかしたら同時に来るのかもしれないんだけど、このこっちはイーサ、ビットコイン、フィットファイと USDC、USDT のペアで流動性を追加することができます。ちょうどこっちですね。フィットファイと USDT。これをペアにして流動性のペア、追加することができますと。おっとごめんなさい。まあこんな感じで増えていくんだけど、パート3、選択したパートナー資産の流動性ということで、これはね、多分なんだけど、ステップアップって、ムーブトゥンアプリ1個で終わるんではなくて、いろんな会社さんがね、このネットワークに入ってきてもらって、いろんなアプリを作ってますよ。そういった感じのパートナーになってくるかと思います。だからさ、アントールドでダンストゥーアンのアプリを作ってますよっていうのを発表がありました。そのダンストゥーアンアプリの中でも、何かしらトークンを作るかと思うので、そういうトークンの流動性を追加してくれた人は、またこういうね、流動性の追加で恩恵がありますよみたいなことを書かれてるんだと思います。で、パート4まで来ると、もうどんな通貨でもいいからね、追加してくれた人たちには恩恵出しますよと。なのでいろんな通貨作ってねっていうことみたいです。まあこれがどこまでいけるのかね、わかんないんだけど。で、最後のパート5になってくると、なんか書いてあるんだけど意味わかんなかったから、翻訳だけ書いといた。6後に SPX トークンの流動性を追加して、無料を請求することができます。なんのこっちゃと。よくわかんなかった。逆に言えばね、このパート5まで来ないと、6後に
流動性能追加ができませんよっていうことなので、まあ一回追加して様子見て、まあ他のもっと追加したいなと思ってもできませんよっていうことですね。本当かなって思ったんだけど、まあちょっとこの辺は実際にね15日ぐらいになったら出てくると思うので見てみたいと思います。でロック期間なんですが、こういう風にね書かれてました。ロック期間3ヶ月5ヶ月10ヶ月14ヶ月24ヶ月ってあるよ。でその中で倍率っていうのがあってさ、1倍2倍 4.5 倍 7.5 倍あ7倍15倍と預けるにあたって利率っていうものが出てきますと、何ヶ月何を預けたらいくらお返ししますよみたいなものがね出てきますよと。 APR とか APY とかなんか書かれてるあれだね。3ヶ月のロックの場合、まあその書かれてる APR のまんま受け取れますよ。5ヶ月の場合書いてある API の2倍の値で受け取れますよっていうことなんだと思うんだけど、なんでこういう風にね長い期間ロックすることによってたくさん恩恵が受けれるのっていうと、長い期間ねロックする人っていうのがあんまりいませんよと。ステップ EX の安定性も考えたらね、長いことロックかけてくれた方がありがたいんだけど、やっぱそういう人は少ない。なのでそんだけねこのステップ EX に貢献してくれた人はたくさん恩恵を与えますよっていうことだと思います。正直この仮想通貨ものすごい不安定な中でさ、24ヶ月預けるってなると相当な覚悟がないと預けれないよね。下手したらこのステップアップっていうプロジェクトが壊れちゃったら預けてる金額だって全部なくなってしまう可能性があります。そういう時にこの24ヶ月預けれるかどうかっていうのはね、なかなか、度胸のいる話だと思います。でそうこのねファーミングってめちゃめちゃリスクの高いものだよっていうね理解で私は思っています。なので今まで全然こういうものには手出してきませんでした。まあもっとリスクの高いもの手出してお金どんどん消えてるんだけどね、まあ、それは置いといてさ、置いといてさ、イールドファーミングリスクみたいなんでね検索かけてください。手放しであやった、預けてたらこれお金増えるんだみたいなものじゃありません。もうさっくりリスクって書いたんですが、本当に数えきれないぐらい、考えたらもう止まらないぐらいいろんなリスクがあります。そのリスクを全部込みでなくなってもいいお金でかけるっていうのが大前提なんだけど、まあ、一応軽くねリスクの話をしておくと、このそもそも SPX の価格がまずわからないですよね。2年後にゼロ円になってる可能性もあるよと。いくら流動性提供してさ、この SPX っていうのがボン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 手に入ったらすげえいっぱい、もう1億 SPX 持ってるんですけどって言ったって、その1億SPX が0円だったら何の意味もないですよね。どれだけ自分の資産投じてさ、流動性プールにお金を預けてあげてももらえるのが0円じゃ何の意味もないと。こういうリスクがまずあるよと。そもそもこの SPX が何に使われるっていう話はちょっと私見つけることができなくて、まあ何かしらで使う道は出てくるかとは思うんだけど、まあ、よくね正直わからないといったところです。これがさ、また別にどっかかけたらさ、もうその USDT とかで帰ってくるよとかだったら全然嬉しいんだけどさ、なんかその辺もね特に書かれてることがなかったのでよくわからないと。なのでこの SPX そもそも価格がつくのかなっていうのでわからないというリスクが1個あります。でハッキングと、仮想通貨やってるとどうしてもハッキングのねニュースがつきまとうと。特にこういう新しいネットワークっていうのは多分大きく狙われるかと私は思っていますので、もうそういうリスクはつきまといます。私たち個人じゃねどうしても防衛できない部分も多いってなると、これもね頭の中に一つ置いておいてください。こういうリスクもあるよと。で次、引き出し手数料書かれてないんですよこれ。まあ詳細はねこれからなんで、その時になったら書かれるとは思うんだけど、例えば3ヶ月とかさ預けて返ってくるリターンよりも実は引き出し手数料の方が多かったとか、途中解約みたいな無理やりできるけど半額持ってかれちゃうよってなるとなかなかねきついよね。まあそもそも途中解約みたいなのができない可能性もあるしね、まあ、この辺引き出しのことが書かれてないプロジェクトっていうのはちょっとねどうなのかなって思うので一つ入れさせてもらいました。変動のリスクっていうとね、流動性の提供した時に例えばフィットファイ100ドル、USDT100 ドル預けたとします。これ枚数じゃないです、金額です。枚数かけるその時の単価の総合計の金額が同じになるように、1対1になるようにして流動性のプールっていうのに預けますと。
じゃあさ、このフィットファイって今もそうだけど、値段上がったり下がったりずっとしてますよね。フィットファイの値段がね、ブワーって下がってしまって、合計1ドルになっちゃったよと。まあ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 、それはしょうがない。預けてる間にね、値段は変動するもんだと。期間が満了になりました。引き出すときに、まあまあ、こっちのね、USDT は、まあ100ドル分、100枚分預けてるんで問題ないよねって言って引き出そうと思ったら、あれ、100枚全然ないっていうことが起こってきます。あくまでも流動性の提供するときに、こことここ、この通貨のペアっていうのは同じ金額を預けますよと。で、途中、この通貨の価格が変動すれば、対になってる通貨の合計も変わってきますよと。あくまでもこことここは1対1になるように、全然わけわかんないお金の計算方法で計算されて、何かしらうまいことどうにかなって1対1になるようになってますと。一方の仮想通貨の値段がガッと下がれば、もう一方の仮想通貨の枚数が減ってお金の金額が合うように設定されると。逆にガッと上がれば、もう一方の方の枚数もバッと変わって同じ金額のように、合わさるようになっていますと。ただどちらにせよ上がろうが下がろうが結局損をするよっていうのは覚えておいてください。これね、詳しい動画とかはたくさん出てるので、ちょっと私はね、説明するのはやめときます。ちょっとあまりにも複雑すぎて私はちょっと理解が怪しいので、ちょっとこの辺に関してはちょっと飛ばすんですが、金額が大きく変われば変わるほど、損をするよと思っておいてください。例えばさ、3ヶ月預けまして、そのね、価格変動で損した金額よりも利率の方が良ければ儲けることができますよと。ただ3ヶ月後のさ、金額なんて誰もわからないわけで、それをね、込みで、あ、これはいい仕組みだ、俺はかけるぞっていう人はぜひやってみてください。私はやるここまで言っといて、私はやる。だってさ、もうほぼ信者だからね。ということで、一回まとめますと。まあ、ステップ EX っていうね、DEX が出てきますよと。一般のユーザーさんは、ステップネットワークの中で、ある仮想通貨からある仮想通貨の交換、スワップができるものですよと。で、一部の人にとっては、流動性の提供を行って、SBEX っていう仮想通貨を手に入れる一つの手段ですよと。これは誰でも公平で誰かが得するような仕組みではなく、全員平等な仕組みですよ。で、まず USDT と USDC のペアから始まって、順々にいろんなペアが追加されていくっていう流れだと思います。でロック期間は3ヶ月5ヶ月10ヶ月14ヶ月24ヶ月とありまして、その長くかければかけるほど恩恵が大きいです。ただまあいろんなリスクもありますので、そのリスクを込みで、俺はやってみたい、私はやってみたいっていう方はぜひ挑戦してみてくださいといった感じになっています。まあ、最初にさ、ポーンってこのロックドロップのページかなんかできると思うんだけど、その時にすごい大きな APR が書かれるかと思います。ただそれをみんなでね、わーって集まってかけていくと、その利率がどんどん下がっていくよと。いっぱい人が集まるほど利率はどんどん下がっていきます。なのでその流動性のリスクが低いこのね、 USDC と USDT のペアの場合は人がたくさん集まるので利率が低くなると。逆にフィットファイとテザーとか、こういうちょっとリスクが高くなるよっていう組み合わせだと、人があんまり集まりにくいので高い利率で表示されます。なのでやる方は自分がね、どういった考え方でやるのかっていうのをよく考えてやってみてください。最後になりますが、もうこういうね、投資関係の話っていうのは、私は全然詳しくありません。申し訳ないね、言っといてなんだけど。なので皆さん各自調べてください。申し訳ないです。これはね、私はあくまでもゲーム実況者ですね。スピルが言ってたからやってみたけど大損したじゃないかとか、もう3ヶ月後にお前フィットワイなんてどこにもねえじゃねえかってなっても、私は何にも保証できませんので、これだけはご理解ください。あくまでも私はゲーム実況者です。なのでめちゃくちゃ楽しみたいんで、24ヶ月、ぶち込みたいと思います。その様子も動画にしますので、よかったら見てください。あくまでも私はやるよっていうだけの話、これ言っていいのかどうかわかんないんだけど言っちゃったや。まあいいや。ということでスピルでした。また次の動画でお会いしましょう。またね。